おはようございます。おはようございます。あれ出ない、ちょっと待ってください。あ、これで大丈夫ですね。おはようございます。おはようございます。音はいかがでしょうか。あれ出ないですね。これです。あ、出ましたかね。はい、おはようございます。音はいかがでしょうか。音はいかがですか。大丈夫。 OK。 ちっちゃい、いい感じ。はい、OK。 じゃあ始めましょう。始めます。アメン。はい、始めます。おはようございます。ハレルヤ、アメン。今日は11月13日ですね。去年の11月はですね、すごい月でしたけれども、あれからもう1年ですね。あれから1年経ちました。何か感慨深いですが、しかし皆さん、リバイバルは近づいています。日本にいつリバイバル来るか分かりませんが、本当に近いうちに来ると信じています。ですから、あの予言は偽物でしたけれども、しかしまだたくさんの予言があります、世界中の預言者が預言した日本に対する預言があります。多くの預言者は、日本に大きなリバイバルがある、そのリバイバルが、その終わりの時代の、世界のリバイバルに、つながるという預言ですね。そしてイスラエルも、リバイバルを起こすという預言です。ローマ書11章に、要人の完成の時にイスラエルが救われると書いてあります。イスラエルという国はこの2000年間、この世界各地にこう散らばって、自分たちの国を持たなかったんですが、つい66年ぐらい前に、イスラエルという国ができました。これはもう奇跡です。そしてこれは聖書の予言でもあります。そしてその聖書の予言は、驚くことにそのイスラエルがそのイエス・キリストを信じるようになると書いてあるんですね。そしてそのイスラエルの建国以来、教会が変わってきました。それまでそのイスラエルに対して関心がなかった教会が、イスラエルのために祈るようになったんですね。そしてこの20世紀の後半に、このイスラエルのために祈る、またイスラエルの国ができたということの中で、確かに世界中にリバイバルが起きたんです、この20世紀後半にですね、起きたリバイバルは勝ってないほどのリバイバルです。リバイバルというのは、クリスチャンがたくさん増えるということですね。中国では今14億人いますが、そのおよそ1割、1億人強ですか、が救われてクリスチャンになったと言われます。つまり日本の人口ですよね。日本の人口が1億2800万人ですが、その日本の人口ぐらい、中国ではクリスチャンが、もうすでに、クリスチャンになった人がいるということですね。共産党員が7000万とか8000万とかと聞きますが、その中国の共産党員よりも、クリスチャンの数が増えているということですね。そういうわけで、世界中に、リバイバルが起きました。まだ今日は来てませんが、チャーリーやジェフリーもナイジェリアから来てますが、またコニーさんもガーナから来てましたけども、そのガーナとかナイジェリアではもう半分以上クリスチャン、人口の半分以上がクリスチャンなんですね。そういうわけで、日本もですね、リバイバルが起きたらばですね、何パーセントの人がクリスチャンになるか分かりませんが、日本の人口の1億2800万のうちの半分以上クリスチャンになってほしいなと思いますが、そういうことが来ると信じます。ですから、
私たちは、伝道に励みます、ね、日本が救われなければ本当に、大変なことになります。私たちは日本人として、救われた、先に救われたものとして、ね、先に救われたものとして後から救われる人たちの対して責任があるということですね。最初に知ったものが、最初に知ったものがね、このこれから知る人たちに対して、その信仰を伝える必要があると思います。はい、今日はですね、ごまさんがちょっと休みなんですね。ごまさんが休みで、今日は私の好きなベニーヒンのですね、ベニーヒンのハレルヤをで賛美したいと思います。
She constantly had pain in her head. And she felt the power of God touch her body. And she believed she'd been totally healed. The pain is gone. No? Amen.このハレリアの曲が私好きですね、まあ、これはですねパナマですかね、パナマで何万人の人がねこの集まって、歌ってるんですね、日本でもこういうことが来ると信じますね。大きなスタジアムで何万人の人が、ね、ハレリアと歌う時が来るんではないでしょうか。そして、来週のですね、今週の土曜日と、今週の土曜日が大阪で、来週の月火水が東京でアジアメシアニックフォーラムというのがあります。そして、それは何かというと、イスラエルの教会、もうイスラエルにいくつかの教会があります。そのイスラエルのいくつかの教会の牧師たちが 4、5人ぐらい集まるんでしょうかね。そしてそのイスラエルを応援するアジアの会議という感じでしょうかね。一応ですね、配信の許可が出ましたので、来週ですね、20、21、22、23ですかね、21、22、23にですね、配信をする予定です。録画はちょっと許可は得てませんが、放送の方は許可は得てますので、放送だけはできる予定です。まあ、イスラエルの牧師たちのメッセージを聞くことができますね。そして、23日というのは勤労感謝の日ですね。23日で、その勤労感謝の日というのは新嘗祭というそのお祭りがあったんですね。その新嘗祭というのは、日本の天皇が、神道的な儀式をするということなんですが、その神道的な儀式というのが、この、アマテラス大神と関わるような儀式で、ちょうどその新嘗祭とそのアジアメシアニックフォーラムが重なっていることに何か霊的なことを感じます。つまり私たちはこのリバイバルのためにですね、この霊的なブレイクスルーが必要なんですね。霊的なブレイクスルー、日本の国をですね覆っている霊的な束縛、霊的なこの圧迫があります。その霊的な圧迫のゆえに日本にクリスチャンが増えない、リバイバルが起きないという、戦いがあるわけですね。ですから私たちはこの、ブレイクスルーといいまして、この打ち破りですね、この霊的な圧迫を打ち破る祈りと、そして集会と、賛美と、礼拝が必要なんです。ですから皆さん、今イエス・キリストを信じる人たちは、本当に、力を合わせて祈る必要があります。力を合わせて、集会をする必要があります。力を合わせて礼拝する必要があります。力を合わせて、この打ち破りをしなければなりません。そういうわけで、その今リスナーの方々、イエス・キリストを信じる人たちはですね、この今私たちがしなければならないのは、その日本を覆っている闇の力を、この祈りによってね、ブレイクスルーをする、打ち破る必要があるんだよということですね。そういうわけで、私もニコ生で、毎晩、伝道放送していますが、それはまさにこの、日本の国をの霊的な環境を打ち破るためにやっているつもりであります。そして、皆さん、その日本のリバイバルがとても素晴らしいと予言されていますね。その本当にこの素晴らしいリバイバルが来ると言われています。ですからそういう意味で、なかなか外国はすぐ、まあ、外国もすぐじゃないかもしれませんが、世界の国々はもうすでにリバイバルが
起きた国がたくさんあります。後のものが先になる、先のものが後になるっていう御言葉がありますけど、日本は後のものかもしれませんね。後のもの、リバイバルが後ということで、そのリバイバルが後のものが先に来るということですね。アメン。そういうわけで皆さん、なかなかリバイバルが来ない、ね、なかなかリバイバルが来ない、だからといって失望してはいけません。だからといって、祈りをやめてはいけません。むしろかえって、だからこそ、だからこそ祈りを強める必要があります。だからこそ、私たちはしっかり信仰に立たなければなりません。今日は、信じる根拠というテーマなんですけど、信仰というのは、イエス・キリストを信じることです。そしてイエス・キリストを信じるというのは、神様を信じることです。で、信じるというのは、どういうことかと言いますと、信じるというのはですね、その、信じにくい状況の中で信頼するということですね。友達が、そのお金を貸してほしい、ね、友達がお金を貸してほしい、で、その信頼できる友達だから、あ、この人にお金貸しても、ね、返してくれるだろうということでお金を貸すわけですね。多くの場合裏切られることが多いんですが、聖書の御言葉で、借りようとするものはですね、何か借りようとするものは返してもらうつもりで貸してはいけないというすごい命令がありますね。返してもらうつもりで貸してはいけないという御言葉もあるんですよ。ですから、誰かにお金を貸すときはですね、もう戻ってこないつもりで貸さなきゃいけないんですが、返してもらうつもりで貸してはいけないというすごい命令があります。クリスチャンの方々もそういうつもりでお金を貸してくださいね。そして、でもね、その信じるというのは、その人がきっとまた約束を守ってくれるだろう、その方がまた返してくれるだろうということでお金を貸すわけですね。その人を信じるというのは、やっぱりそういう信じる理由があります。あ、ね、過去も返してくれた、ね、この人はすごい信仰的だからちゃんと守ってくれるだろうと、そういうことを信じるわけですね。そしてもし過去にですね、もういい加減で約束も守らない、ね、貸したものも返さないような過去があれば信じることができないわけですね。きっと今回もまた返してくれないだろうということになります。で、約束をしっかり守ることを、誠実、ね、誠の実と書いて誠実と言いますが、この誠実というのは英語でフェイスフルネスと言いますね。フェイスフルネス、このフェイスフルネスは信仰深いことというふうにも訳せるんです。つまり英語ではですね、英語では誠実というのは信仰深いことということなんですね。信仰をしっかり持っているならば、信仰があるならば、神様に対して誠実だから人に対しても誠実になるということですね。信仰と誠実と大いに関係があるんだよということですね。ですから私たちクリスチャンもですね、成熟して、誠実なクリスチャンは信頼が置けますね。で、ノンクリスチャンの方ももちろん真面目な人はいるかもしれません。真面目な人がいるかもしれませんけど、基本的には、信用できませんね。また未熟な、クリスチャンの方も、信用できません。なぜ信用できないかというと、罪の性質があるからですね。罪というのは嘘をつく、ね、罪というのは裏切る、罪というのはこの、なんて言うんでしょうかね、盗むというそういう性質があります。人間はそういう罪の性質があるので、嘘をついて騙して、盗んで、ね、壊して裏切る。だから世の中がですね、もうめちゃくちゃなのは、
めちゃくちゃなのは裏切りあって嘘をついて、そして本当に、その、なんて言うんでしょうかね、世の中がですね、もう本当に傷つけ合って騙し合ってるから世の中はめちゃくちゃなんではないでしょうか。人間の罪が、人間の罪が社会を壊し、人間の罪が人間関係を壊し、人間の罪が、ね、人間の罪が、この全てのものを破壊するということになります。そのことをしっかり理解する必要があります。世の中がなぜうまくいかないのか、人生がなぜうまくいかないのか、それは人間の罪なんだよということですね。人間の罪が原因だよ。これを知るだけでもすごいことですね。この真理を知るだけでもいろんなことが見えてきます。そしてその罪という問題は何かというと、その罪という問題は基本的には神様を信じないことなんですね。神様を信じない、もちろん本当の神様は一人しかいないんですが、その一人の神、本当の神様を信じないこと、本当の神様を信じないことが罪なんですね。つまり神様と信頼関係がない、神様を信じていない、これが罪なんですね。事実、多くの日本人の人たちは神を信じていません。神がいないと思っている人もたくさんいます。また神がいても神がいるかもしれないぐらいです。神様を信頼する、信じるという、人たちはほとんどいないんですね。ほとんどいないです。日本はですね、仏教の国と言われてますけど、実はね、家が仏教の檀家とか、なんとか宗だとか言う人いますけれど、実はですね、日本がその仏教だと言われるのは江戸時代に、その五人組っていうのがありまして、隠れキリシタンをですね、このあぶり出すためにすべての家をですね、お寺に登録させて檀家にして、そして五人組、5つの家をですねセットにしてですね、その、隠れクリスチャンを探したという歴史があるんです。つまり仏教を信じて、その檀家になったんではなくて、ね、その隠れキリシタンをこの探すために無理やり日本中の家がですね、お寺に登録されたという歴史です。その流れが残って、今も残ってて、うちは先祖代々、何とか宗である、先祖代々お寺と関わっていると言いますけど、それはそういう江戸時代に反強制的に登録されたという、そういう歴史があるんですね。つまり信仰によって仏教になったのではないということですね。ある意味ではほとんどの日本人の人は、無宗教と言ってもいいかもしれません。無宗教ですね。宗教的な、儀式ね、お葬式を宗教的にやる、結婚式を宗教的にやる、いろいろな行事を宗教的にやるかもしれないけども、ほとんど信仰心がない、つまり、その何て言うんでしょうかね、神を信じていない、また神様に対してですね、単なるこのまじないとか、それから単なる儀式によって、ね、神としか関わってないということであります。イエス・キリストはですね、イエス・キリストはそういう神と断絶している人類、神を信じていない人類に対して、その罪ということの中で、人類が本当に、神と断絶していることによって祝福を受けない、滅んでいくという、そういう現実があります。分かりやすく言えば、例えば、親子で断絶しているとします、ね、で子供は、親とうまくいかないので家出をするとか、それから家を出てしまうとか、また、
親と全然関わらないところに住んでしまうとか、相続ができないとか、そういうことの中で、本来は親から恩恵を受ける、親から相続する、親と良い関係を保って祝福されるのに、親子の断絶があるためにそれができない、ね、大きな損失があるわけです。子供にとってはね、親にとっても、子供を祝福できないという寂しさがあるわけです。それが人類の状況です。人類の罪というのは神様と断絶しているという、それがゆえに今世界がさまざまな問題があるということですね。この神との断絶が実際の親子の断絶になっていて、神様との断絶が実際の夫婦の断絶になり、神様との断絶が実際の兄弟の断絶になっているんです。神様との断絶があらゆる社会の人間関係の断絶になっているんです。このことを理解してくださると嬉しいです。やはりですね、問題点ね、問題が見えなければダメですね。問題の原因が見えなければダメです。皆さんがこれからいい人生を送るためにね、いろいろな良い人間関係を持つために、その原因をしっかり理解する必要があります。しかしそのような状況の中で、神様は親の立場としてね、親の立場として人類を愛したい、祝福したいということの中で、神様は、ね、もうその人類が私を信頼しないからもう見捨てるという方ではないんですね。神様はそのような断絶しているその人類に対して救いの手を差し伸べます。その救いの手というのが十字架であり、そしてイエス様ですね。イエス様は、神様はイエス様を使わし、その神との和解の大使として、神との和解の調停役としてこの人類にイエスキリストを送りました。来月の12月25日はクリスマスですが、クリスマスは本当のイエス様の誕生日じゃないかもしれませんが、神様が赤ちゃんとしてイエスキリストをこの地上に送った誕生日を表します。多分世界で一番の大きな、お祭りと言ったらいいんでしょうかね。お祝い事はクリスマスではないでしょうか、ね、クリスチャンでない方もクリスマスをお祝いします。しかし、そのクリスチャンじゃない方はなぜイエス・キリストをお祝いするか、その理由を分かりません。クリスチャンだけが本当にクリスマスをお祝いすることができます。そのイエス様がこの地上に私たちを救いに来てくれたという、そういうあれですね、ジェフリー、英語を喋った方がいいですか？日本語でもいいか？日本語だけでも大丈夫ですか？クリスマスはまさにイエス様が私たちを救いに来てくれたということなんですね。今年伝道部屋でイエス様を信じた方はぜひぜひ本当のクリスマスをこれから味わってほしいと思います。ではどうやってイエスキリストがこの世を救いに来たかというと、神様と人類が断絶している、その断絶の原因は罪ですね。罪というのは神を信じないということですね。神様を信じないことが罪です。そしてその信じないということをですね、取り払うために人間が神を信じれるようにしたのがイエス様です。イエス様が十字架にかかって死んでくれました。イエス様が十字架にかかって死んでくれました。
これは、私はあなたの罪の身代わりに、死んだよということですね。私が、あなたの罪の身代わりに死んだ。そして、私を信じる者は罪をが許されますという、私を信じた者は罪が許されますというのが、この十字架なんです。すごいことでしょう皆さん。十字架というのは神様がですね、あなた方の罪を許すよ、あなた方と和解するよ、あなた方のことを愛しているよという、その、意思表示なんです。十字架は神様の意思表示です。意思表示というのは英語で何て言うのかな、The cross is the will of God which shows his love。 十字架は神様の意思表示です。ですから、それがその本当に十字架が本当に罪を解決します。十字架が本当に私たちの罪が許されて、私たちの心の中に、その神様が来てくれるんです。皆さん、和解ってありますよね。例えば友達と喧嘩をすると、口を聞かなくなりますよね。喧嘩したことありますか？ない。喧嘩したことない。喧嘩したら口を聞かないでしょ。 If we fight to our friends we don't eat together でしょ。あの喧嘩をしたら一緒に食事をしないです。あの喧嘩をしたらですね、一緒にいないです。一緒にいないですね。もう離れてしまう。だから、人類が神様と断絶しているということは、神様と離れているということですね。一緒にいないということです。断絶、つまり喧嘩しているからです。でも確かにイエス・キリストを信じる人の心の中に神様が来てくれるわけです。今まで私たちの中に神様はいなかったです。わかりますか？私たちの中に神様はいなかったけども、イエス・キリストを信じると神様が私たちの中に来てくれるんです。アメン。それが神様と和解をしたという証拠です。それは聖霊が私たちの中に来てくれたということですね。 The Spirit came in our hearts。 それは聖霊を受けるということは、私たちは神と一緒にいるということです。で、神様と一緒にいるということは、神と和解をしたということです。神様と和解をするということが、救いなんです。アメン。あのよくあのテレビかなんかで、あの10年20年30年こう親子が別れていて、そしてこう親子がこう会ってこう涙を流して再会するという、番組がありましたよね。そういう時に本当に喜びますね。If you apparted to the, your friends or your family, when you could meet them, it is so great.、ね、あのクリスチャンの喜びは、ね、クリスチャンの喜びは、そういう断絶していた神様ともう一度会って喜ぶということです。あの、放蕩息子って分かりますか？放蕩息子。放蕩息子っていうのはね、ロストさん。ザ・ロストさん。リメンバーで、その息子がですね、あの父親から離れて、家出して離れて、そしてもうボロボロになって戻ってくるという例え話ですが、あのその放蕩息子はまさに人類を表します。私たちも神様を離れて人生を生きるけど、ボロボロになります、ね。ボロボロになって、
そして、神様のところに戻ってきて、神様は許してくれます。クリスチャンは放蕩息子だったとも言えるでしょう。まだ信じてない方々はまだ放蕩息子かもしれません。しかし神様はいつでも両手を広げて、私のところに戻ってきなさい、あなたと和解したいのです、あなたを愛したいのです、あなたを祝福したいのですと、その神様は言ってるわけです、ね。今日の御言葉はですね、ヨハネの17ですね、ジョンチャプター17、ジョンチャプター17、ヨハネ17の、3バース、バース3、ジョン17:3ですね。ジョン、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わせられたイエス・キリストとを知ることです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることです。この知るというのは、頭で知るということじゃなくて、心の中で知るということです。聖霊が入ってきて、聖霊が入ってきて、私たちは初めて神を知るんです。未信者の方が神を知らないのは当たり前です、ね。未信者の方々は、神を知らないのは当たり前。なぜかというと、神を体験してないからです、ね。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、神様が私たちの心の中に入ってきて、聖霊が私たちの中に入ってきて、初めて神様を体験し、確かに神を知ることができるんです。聖霊によって心が変えられる。聖霊によって喜びが満ちる。聖霊によって平安になる。聖霊によって、この希望を持てる。それは神体験ですね、神様と一緒にいるということです。インマニュエルという言葉は、神が私たちと共にいるということです。遠く離れていた神が、ね、まあ、その多くの人はね、こう神なんかいないと考えるんですが、確かに離れているわけですから、神様と離れているから、神がいないと考えやすいと思うんです。しかしそれは罪によって離れているんであって、神がいないから、神がいないから神が見えないんじゃなくて、神がいないから、神がいないと思ってるんじゃなくて、断絶してるから、断絶してるから神を感じないわけです。しかしイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、罪が許され、罪が許され、その人の中に神が来てくださり、神と一つになることができます。これがキリスト教です。これがキリスト教です。そしてそこから信仰のスタートですが、でも皆さん、人間同士もですね、最初から、その新しい友達のことを全部知ってるわけではありませんね。 We don't know about the new friend、ね、私たちはいろんな経験を通して、いろんな経験を通して、その友達のことを知っていきますね。 By、many experiences we can know about new friend ね。で、信仰もそうです。私たちは、そのイエス・キリストを知ってから、だんだん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 、そのイエス・キリストのことを深く深く知っていくわけです。アメン。私もイエス様のことを全て知ってるわけじゃないですね。イエス様のことを全て知ってるわけじゃなくて、私は私の、33年間の、経験の中で、イエス・キリストを知り続けているわけです。そして、イエス・キリストを体験しているわけです。ね。
そして、イエス様に対して信じているわけです。信頼しているわけです。ね。委ねているわけです。イエス様は確かな方。イエス様は真理の方。イエス様は決して、ね、その、不誠実なことをしない。決して約束を破らない。イエス様は本当に、憐れみ深く、恵み深く、全知全能であって、何でもできる方であり、本当に良い方であると私は信じているんです。そして、体験しているのです。そして、ね、祈りが聞かれるたびに、ね、祈りが聞かれるたびに、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、イエス様ありがとう、祈りを叶えてくれてありがとう。ね、まあ、祈りが叶えられない時も、祈りが叶えられる時もあなたを信じます。祈りは叶えられてないかもしれないけど、あなたが最善を尽くしていることを信じます。あなたを信じます。状況がいい時は信じやすいかもしれないけど、状況が悪い時は信じにくいです。ね、いろんな悪いことが起きたら信じにくいです。しかし私たちは、ね、状況が悪くても変わらないイエス様の心を信じるんです。人間の心はコロコロ変わりますね。人間の心はコロコロ変わりますけど、神様の心は変わらないんです。イエス様が変わらない、ね、お方であって、そのイエス様の言葉、ね、イエス様の言葉は確かであると信じることが信仰です。人間を信じるときにも人間の言葉を信じます。で、約束という言葉を信じますね。その人の言ったことを信じるのが、信頼ではないでしょうか。信仰も同じです。信仰もですね、イエス様が言った言葉、イエス様がどういう約束を言って、どういうことを言ったか、そのイエス様の言ったことを信じることが信仰です。イエス様の約束は必ず成就する。イエス様の言ったことが一番確かなんです。人間は不完全で、人間は罪深いです、ね。人間のことを信じることはできません。政府を信じることはできますか？会社を信じることができますか？組織を信じることできますか？私たちの経験だと裏切られます、ね、国にも裏切られ、会社にも裏切られ、家族にも裏切られ、ね、このように信じるものは何もないじゃないですか。自分を信じていると言うかもしれないけど、自分の何を信じることができるんですか。私たちは何も知らないし何もできないんです。しかし、ね、イエス・キリストを信じるということは、これは良いことです。皆さん、彼は本当に素晴らしい方です。彼は本当に信頼できるべき方です。イエス・キリストは、ね、そのイエス・キリストを信じる最大の根拠は十字架です。目に見えない神を信じる根拠の最大の根拠は十字架です。十字架を見てください。十字架を見てくださいね。私たちのために死んでいる姿、私たちのために苦しんでいる姿、私たちのためにですね、あなたを許すよという姿、これほど確かに神様の愛を示している証拠はないと思います。神様は目に見えません。神様は目に見えませんが、その目に見えない神様の愛を表しているのが十字架です。この十字架はおよそ2000年前に確かにあのエルサレムの丘で歴史的にイエス・キリストが死なれた事実です。そして3日目によみがえりました。イエス・キリストが私たちのために死んだのは事実なんです。事実です。神の愛が事実なんです。神の愛が事実であり、神の救いが事実であり、この2000年経った21世紀においても、この21世紀においても、神は真実な方であり、神のその愛は今でも有効なんです。アメン。アメン。私たちはこの大事な事実をいつも覚える必要があります。今、クリスチャンである皆さん、
クリスチャンの方々が今私たちが信仰を持って祝福されているのは十字架のおかげです。今神様に愛されているのは十字架のおかげです。自分の行いのゆえではありませんね。イエス・キリストの十字架のゆえに、イエス様の十字架のゆえに私たちは今祝福され、今生かされ、今愛されているんです。自分が立派だからではありません。自分が何か良いことをしたからではありません。十字架のおかげで、十字架のおかげで今私たちは神様に祝福され、愛されて、神様に、支えられているんです。そして私たちは約束を受けているんです。イエス様と契約をしたから、イエス様と契約をしたから私たちは神様と契約をしたんです。神様と関係があるんです。神様を信頼してるから、神様を信頼してるから神様は私たちを祝福するのです。神様のところに戻ったから、イエス・キリストを通して神様のところに戻ったから、神様は私たちを愛することができるんです。神を拒絶している人がどうやって神はその人を愛することができますか？神を信じない人がどうやって神様はその人を祝福することができますか？できません。できないんです。神様は、ね、無理やり祝福しません。神様は無理やり愛しません。神様はイエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神を信じる者を愛することができます。イエス・キリストを通して神をに従う者を祝福することができるのです。皆さん、この真理を理解してください。ね、多くの人はどうやったら幸せになったらいいのか、どうやったら人生がうまくいくのか知らないんです。ね、人生がうまくいかない原因はもう言いました。罪のゆえに、人生がうまくいかないんですが、十字架のゆえに、人生はうまくいくんです。人生がうまくいくんです。アメン。アメン。ジェフリー、do you have some short message? Okay. ジェフリーがショートメッセージをしてくれます。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Praise Master Jesus. 主イエスキリストを賛美しましょう。My viewers out there, praise the Lord. リスナーの方々、主を賛美しましょう。Today is a wonderful day. 今日は素晴らしい日ですね。We are here today to give God praise. 今日も主を褒めたたえましょう。Are you happy? 幸せですか? Are you happy? ハッピーですか? I know you are happy. 皆さんがハッピーであることを知っています。And I'm happy too. 私もハッピーです。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。As a child of God, we child of God, 私たちは神の子供ですが、神の子供として、we have to learn how to appreciate what God has done in our life. 神の言葉が与えられていることを感謝しましょう。We have to give Him praise. 賛美しましょう。We have to always, always,appreciate God doings in our life. 神様が私たちにしてくれたことをいつもいつも感謝しましょう。Because if we don't appreciate God doings in our life, もし感謝しないなら、we cannot receive more blessing. もう祝福受けないんです。We cannot receive more grace. もっともっと恵みを受けないんです。We cannot receive more wisdom from Him. もう知恵も受けないんです。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Because we have to always appreciate and give God praise.もう神様に感謝して本当にこの感謝を表すべきです。So that God can direct us. もう私たちを導きます。So God can lead us. 私たちをこう良い方に。To the right way. 正しい道を。Do you know some Christians today? 今日のクリスチャンは Even if they wake up in the morning, they cannot even give God praise.もう朝起きてももう祈らない方がいます。Work, 仕事。I'm going to work. No time. もう仕事行かなきゃいけない。時間ないと言います。It is God that give you that job. もうそれその仕事の方が神より大事なんです。It is God that make you see that day. 仕事が神になってもう仕事が神になっちゃってる。Why not spend that short time to appreciate and praise God before you move? どうしてその起きて動く前に神様に感謝や賛美ができないんですか? Because we have to always keep and appreciate and worship Him all the time. もういつも感謝して、いつも賛美するべきじゃないですか? God doesn't have the time to worship. You can worship God anytime, any worship Him with all your heart.
もう心からいつもいつも神様に賛美をするべきじゃないですか。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Because you can with that praises and worship, you will have abundant blessing. もうその賛美をすればするほどもっともっと祝福を受けるんです。God will promote you. もう神様皆さんは励まします。God will catapult you to the high level. 神様皆さんを高い領域について。God will lift you up above your enemy.もう皆さんの敵からですね守ってくれます。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Let the children of God always learn to worship the Lord. もう神様の子供がいつもですね礼拝賛美するようにします。Let the children of God always learn to appreciate and thank God for what He has done in our life.もう私たちの生活で神様がしてくれたことをいつもいつも感謝しましょう。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Because He's the one yesterday, today, and forever. もうイエス様は昨日も今日もいつまでも変わりません。He doesn't change. 変わりません。He doesn't change. 変わりません。He remains the same. もう同じです。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。Praise the Lord. 主を賛美しましょう。アメン。アメン。聖餐式は断絶していた神様ともう一度和解をするという契約です、ね、契約です。契約というのは約束ですね。今まで断絶していた、ね、今まで無関係だった無関係だった神様ともう一度回復する和解をする。イエス・キリストの十字架、この裂かれたパンと流された血というのは十字架による契約ということです。血による契約です。イエス様が十字架にそのかかったというのは私たちと契約をしましょうということです。契約というのは大事な大事な約束です。私たちがイエス様を信じ従ってイエス様を神として受け入れるならば、ね、私たちの罪が許されて神様から祝福を受けるということです。まだイエス様を信じていない方はぜひ悔い改めて、そうか、私の罪が神との断絶の原因だったんだ、その罪をイエス様が代わりに罰を受けてくれたんだ、その十字架の上に罪が許されるならば悔い改めてイエス様を信じたい、イエス様を信じたいという方はぜひ悔い改めてイエス様を信じてください。そうするならば神様が皆さんの心の中に来てくださり、今まで受け損なっていたあらゆる種類の祝福を受けるようになります。また、神様を体験し、試練はありますが神様を学んでいくことができます。ぜひ皆さん、失われた人類ではなくて神に見出された人間、神の子としてもう一度生まれ変わりませんか。私たちは、以前は失われていました。しかし今見出されることができるんです。天の父様、以前は闇の中にいて失われていました。してはいけないことばかりしていました。なんでこんな悪いことをしてしまうんだろう、なぜ愚かなことをしてしまうんだろう、その理由が分かりませんでした。幸せになりたくてもなれませんでした。その原因が分かりました。その原因は神様との断絶だということが分かりました。神と断絶していれば未来がありません。神様と断絶していれば祝福はありません。そのようなことでいくら頑張ってもうまくいかないのは当たり前です。しかしイエス様が救いに来てくれました。イエス様が私たちを救いに来てくれたのです。今悔い改めてイエス様を信じます。イエス様を信じて契約をします。どうぞリスナーの方々が今悔い改めて今イエス様を信じ、
神様と和解することができるようにしてください。彼らの罪を許し、彼らの心の中に来てください。またもうすでにイエス・キリストを信じている人たちにはもっと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 豊かな祝福を与えてください。真理をしっかり理解して、この契約を覚え、この契約をしっかり守っているかどうか確認し、もし罪を犯しているならば悔い改め、神様に悔い改め、その罪を許してもらうことができますように。罪を悔い改めるならばイエス様は、許してくださり、そして祝福を与えてくださいます。私たちの罪を許してください。知らない罪もあります。知ってて犯す罪もあります。人を憎む罪や不満を言う罪、さまざまな罪を私たちは犯しますが、すべての罪を悔い改めます。すべての罪を許してください。すべての罪を許してください。十字架の血潮によってすべての罪を許してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。イエス様の血潮によって心がきれいになる。イエス様の血潮によって罪が洗い流される。イエス様の血潮によって神の命が注がれる。これが素晴らしいことです。これが素晴らしいことです。悪人が、善人になる。絶望の心が希望に満ち溢れる。悪い心が良い心になる。こんな素晴らしいことはないと思いませんか？それがキリスト教です。それがキリスト教です。皆さん体験してください。体験してください。もうすでに体験して、過去の自分よりも信仰を持っている自分がいかに素晴らしいかということを体験している人もたくさんいると思います。そういう方々はもっともっと喜んでください。もっともっと清くなりたい、もっともっと祝福されたいと思ってください。天の父様、感謝します。感謝します。十字架の行いに感謝します。イエス様の流された血潮に感謝します。あなたの愛に感謝します。あなたが私たちを救うためにこの地上に来てくださり、苦しみを受け、死にまで従い、私たちを救うために命を捨ててくださったことを心から感謝します。十字架に感謝します。私たちのために死んでくださった。これより大きな愛はありません。イエス様、私たちはあなたによって救われ、あなたによって見出されました。あなたから祝福を受け、愛されるものになりました。憐れみを受けるものになったことを本当に感謝します。そしてあなたと和解したので、日々あなたに祈れることができます。日々あなたに感謝することができます。このように毎週毎週日曜日礼拝できることも本当に感謝します。それは救われたゆえです。それはあなたを知ったゆえです。あなたと和解したのですから、本当にあなたに従って生きていきたいのです。あなたを褒めたたえて生きていきたいのです。まだ信じてない方々の心に触れてください。彼らがなぜ苦しいのか、なぜ悩んでいるか、その理由をしっかり理解して、私も救われたい、私も祝福を受けたいという気持ちを与えてください。信じることができない人には信じる心を与えてください。そして日本がやがて救われて、多くの人が救われて、多くの人が十字架によって救われることを心から願います。日本の罪を許してください。
日本の不信仰の罪、偶像崇拝の罪、許してください。彼らの心を、かたくなな心、頑固な心、無知な心に光を当ててください。あなたは全知全能で、何でもおできになります。日本を救うことがおできになると信じます。あなたは日本を救うことがおできになると信じます。もうすでに救われたと信じます。日本があなたの歩みによってもうすでに救われたと信じます。日本を救ってください。日本を救ってください。日本をイエス様の国にしてください。日本が罪のない国にしてください。日本の罪をあなたの血潮で洗い流してください。十字架の血潮で洗い流し、あなたの光で日本を照らしてください。日本人の心を照らしてください。希望の光で照らしてください。イエス様、憐れんでください。日本を憐れんでください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。私たちはイエス・キリストを歓迎します。イエス・キリストを信じます。昨日は結婚という話をしましたけども、私たちはイエス様と結婚しました。私たちの中にイエス様が来てくれたんです。もう私たちは一人ぼっちではありません。私たちはイエス様と一緒にいるのです。私たちは今イエス様と結婚して、イエス様と靴のままでいいんですよ。靴脱がないでどうぞ。靴脱がないでどうぞ。どうぞ。今終わっちゃったんですけど、今生産式一緒にできますから。今生産式やりますから、ちょっと待ってね。信仰というのはイエス様と一緒に生きることです。不信仰というのは一人で生きることです。一人だけで生きること。これが不信仰です。しかし信仰というのはイエス様と一緒に生きることです。イエス様を無視してはいけません。イエス様を、大丈夫、日本語わかる、はい。イエス様と一緒にいることが信仰です。ね。夫婦はですね、夫婦はいつも一緒にいますね。私たちはいつもイエス様と一緒にいるわけです。で、天国に行きます。ね、イエス様の再臨、イエス様の再臨は、花婿が花嫁を迎えに行きます。ブライドグルーム will come to bride.、ね、そして、we will go to heaven.To have a wedding party でしょ、ね、つまり私たちイエス様の再臨は、花婿が私たち花嫁を迎えに来て、そして一緒に天国に行って結婚式をするということですね。アメン、アメン。私たちは、花嫁です、ね、We are bride、ね、私たちは 花嫁です。アメン。礼拝を
終わっちゃったんですけど、あのオーガスティ、あのちょっと来てですね、何か喋ってくれますか。あの日本語でも英語でもいいですけど、英語じゃあ私訳しますからね。でマイクはこのぐらい、このぐらい話して、God is good. 神は良い方です。 All the time. いつも。 Amen. Amen. My brothers Christians. I have just a short message. ショートメッセージをします。For the whole Christians. クリスチャンのために。What I'm going to talk about it right now. 今話すことは is the fruit of the spirit. Fruit of spirit.I'm going to talk about the fruit of the spirit. Fruit of the spirit. 御霊の実について話します。As a Christians, there are some quality fruit of spirit we need in our lives. まあ、クリスチャンとしてですね、私たちの生活の中でいろんな種類の実が必要です。もうちょっとこっち。As a Christians, we have to be different from non-Christians.私たちはノンクリスチャンとは違わなければいけません。Our life of living in this world should be differently. 私たちの生活は、まあ、本当にノンクリスチャンとは違った生活でなきゃいけません。So before we can live on that good life, we need the fruit of spirit to be within us. もうそのクリスチャンとしてですね、この御霊の実を結ぶような生活をしなきゃいけません。If the fruit of spirit is within you, the non-Christians always prove.Say that this man is a real Christian or this lady is a real Christian. And before we can live in that life which is very nice, we have to look for Galatians chapter 5 verse 22. Galatia 5の22。ガラテヤ5の22を見てください。ガラテヤ5の22ですね。ガランティアンス chapter 5 verse 22。5の22。I read. 読みます。But the fruit of the spirit is love. 御霊の実は愛。Joy, 喜び peace, 平安 long suffering, 寛容 gentleness, 親切 goodness, 善意 faith, 誠実 meekness, 柔和 self control, 自制です。 So before this, we are going to take it one by one to explain it for us to know how it is.一つ一つ。So first of all, we start from love. まず、最初に、love. Love. Love. あ、まず愛について。We all know what is love. その愛とは何ですか。You have to love your neighbor as yourself, your brother as yourself, your sister as yourself. まあ、隣人を自分のように兄弟として姉妹として愛することですね。Whatever you do.Consider it that you don't. It is a good thing to you, and you do the same thing to your brother or sister. Show love to him. その愛をね、その兄弟姉妹に示すことです。So the next one we go to joy. 喜びについて。Joy, Christians, we have to enjoy the Christian life. もうクリスチャンはクリスチャンライフをenjoy. So simple in our lives.もうとても、まあ、質素にですね、生活。Then the third one, we go to peace. 今度は平安です。Always we have to live in peaceful life. もう私たちは平安の生活ができます。Amen. Amen. And the fourth one is long suffering. 今度は、寛容ですね。Long suffering is always we have to cool our temper down. If there is nothing, we shouldn't raise our temper, or there is no fight, something.Always we take it cool, we bring it down, we live in the cool life. That is long suffering. 寛容というのは、寛容というのは、まあ、要するにあのこう怒ったりしないで、いつも、まあ、こう冷静にして喧嘩したりなんかしないということです。And then we go to the fifth one is gentleness.
今度は、親切ですね。Gentle, we all know how gentle is. Someone who is gentle always, we see him, his appearance and outward and very neat. So calm that he's a gentleman. 非常にこう、まあ態度がですね、非常にこう適切で、非常にこう、要するに、きちんとしているとか、それから真面目というような感じ。And the sixth one, we go to goodness. 今度は、善意、善意ですね。Always we have to do good to others. 他の人に対していつもこう正しい善意を持つという。Your brother or your sister is in trouble. もし、兄弟姉妹が問題が起きたら、is in need of something seriously.もうとてもなんか深刻な問題があった場合、Go to his aid and help him. もうその兄弟姉妹のところに行って助けてあげる。Do good to him. そのあの彼に良くしてあげる。The seventh one, we go to faith. 今度は誠実ですね、誠実。Faith is always when you are asking something from the mighty God, and without faith, the thing will not come to you. Make sure you have a faith that.By hook or crook, the mighty God will provide your thing to you. So you always, push it with faith. You have faith for it. 神様に何かこう頼むということ。So, 神様に頼んで、いつも神様に対して真面目にやるということです。Then the eighth one, we go to meekness. 今度は柔和、柔和ということです。Meekness is...Someone always have it within him. If even the thing he is holding, someone appreciate him and need it, he don't care. He hand over the whole thing to him. もしまあ何か頼まれたら、こう何でもしてあげるっていうことですか。So, whatever he is doing to his brother or his sister, he open his heart. He do it gently, freely, as if he is doing for his own self, but he is doing for someone.もう何か、ね、こう頼まれたらこう本当にオープンに、そしてこう何でもしてあげて、そして本当にその人のために、その人のためにしてあげるという。The last one, we have to get self-control. 自制ですね、セルフコントロール。Yes, self-control. Always, we have to control the body. We have to control yourself. There are some certain things we shouldn't associate ourselves with him.We should always know that there are something things we have to control ourselves from that. And if you are not able to control, you entered, then the Satan get you on that way. もし私たちはその体とかね、その心とか自分自身をコントロールしなきゃいけません。もし私たちが自分をコントロールしないと、サタンがこの誘惑してきます。So control is one of the most important thing in our lives.この自制というのは私たちの人生、生活の中でとても大事なことなんです。If you are not able to control yourself, you always fall into trouble. もし自制心がないと、いつもなんか問題に入ってしまいます。There are certain things you may see on your eyes is so clear, so nice, so beautiful. もうそのいつも私たちは、はっきりと自分自身をコントロールしなきゃいけない。And if you don't control yourself on that, before you see, you have just fallen. It's a trap. もし、そのセルフコントロールしないと、タイプ、so, トラブルに入ってしまう。So, so, so. So always we have to control ourselves with so many things. もう、いろんなことをね、いろんなことをコントロールしなきゃいけない。And avoid temptation.その誘惑を避けなきゃいけません。誘惑を避けます。This thing I have just mentioned, or the fruit of the spirit I have just mentioned, or there is no law in the Bible against it. これらの御霊の実は禁じる立法はありません。That is what the mighty God need from we Christians. 神様は与えてくれる。So.That is what the mighty God need from the Christians. We have to do, the Christians have to do it for the mighty God. He need it from us. 私たちがその御霊の実を実行することを神様は求めているということ。So my brothers and my sisters, let's always pray to the mighty God. まず兄弟姉妹祈りましょう。To give us the fruit of the Spirit within our body.
もう私たちが御霊の実をそのできるように祈りましょう。So that our life may be differently from non-Christians. もうそうすればノンクリスチャンと違う生活になるんです。So before we can get it, we will always pray, ask the mighty God to produce the fruit of the Spirit within us. もう神様に祈れば祈れば祈るほどその御霊の実を私たちはこの与えられます。So Christians, we are in need of it. So we have to pray as the mighty God to help us, so that the fruit of the Spirit may always be within us. もう本当に御霊の実をしっかり与えられるように、もう本当に祈っていきましょう。That's the short message I have, my fellow Christians. これが私のショートメッセージです。Amen. ありがとう。Thank you. Thank you. あの奥さんなんか、なんかコメントする？いい？いいですか？ハレルヤー、アメン。私たちは御霊の実を結ぶことができます。私たちは神様の素晴らしさを表現できるんです。私たちは自分の力ではできないけど、ね、イエス様の力で、イエス様の力で素晴らしい神の子になれるんです。アメン、アメン、アメン、ハレルヤー、アメン。ありがとうございました。ちょっと話してて、はい、ありがとうございました。あ、今日はオーガスティンさんがショートメッセージをしてくれました。本当に良、かったです。はい、それではですね、また明日ですね、7時、月曜日7時お会いしましょう。それではシャローン、シャローン、シャローン。久しぶり。ジェフリー。